皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島からお送りしています。今日は一つの相談にお答えしていきます。ちょっとね、深刻な相談ではあるんですけれども、まずメールをねお読みします。まこさんはじめまして。私は日本に住んでいる49歳男性です。いつもね見ていただいているということで、でちょっと端折って読みますが、8年ほど前にフィリピンで仕事をしている時にカラオケで、KTV ですよね、知り合った20歳年下の彼女がいます。で今は大学卒業してサリサリで働いているってことですが、でこの方は年に2回この彼女の実家の方に行ったりして、家族ともね仲良く付き合ってるってことです。で彼女は8人兄弟の4番目で、一番下に彼女の10歳離れた弟がいます。でその弟さんとも、付き合いがね結構深くて、一緒に運動をしていたっていうようなことが、書いていただいてますが、先日その一番下の弟がお金のトラブルで人を殺めてしまい、今現在刑務所に入っています。彼女から聞いた話では、殺めた相手は弟の友人男性で、その友人男性に借金があったそうです。弟さんがお金を借りてたと。その友人男性はゲイであり、体の関係を求めてきており、応じない場合は親に借金のことをバラすと言われていたらしく、拒否し続け、バトルした挙句の果てに殺めてしまったとのことです。私には真意はわかりません。ただ言えることは、被害者そして弟に関わる多くの人に大きな悲しみを与えていることだと思います。私も含めて。フィリピンにおいてフィリピン人が人を殺めた場合、どのような刑が科せられるのでしょうか。また弁護士費用は最低いくらぐらい必要なのでしょうか。支払えない場合はどうなるのでしょうか。突然このような質問することをお許しください。誠さんがもしこの類の話を聞いたことがあるのであれば、教えていただきたいと思っております。よろしくお願いします。っていうメールをいただきました。が、もう弟さん刑務所に入っているってことで、裁判が終わって刑務所に行ったということですが、これこういうことってインターネットでググってみれば結構いろんな事例が出てくると思います。Facebook なんかでも出てるかな。で今ネットでね、日本語で見る Google 翻訳とかもありますし、そういうので調べられると思いますが、私に質問をいただいたんで、これはググって調べることではなくて、私の経験と、あとは、知り合いの弁護士に聞いた話ですとか、目にしたことですとか、そういうのを基本にして話しますが、裁判が終わっても刑務所にいると思いますが、フィリピンの裁判所っていうのが大きく分けて、上級審という方と下級審って分かれるんですが、下級審の方でもね、3つぐらいに分かれてたのかな。で、多くは、ムニシパルコートって言って、その地方、なんて言えばいいんだろう。自治体裁判所みたいのに持ち込まれることが多いんですね。で、そこで出た判決に不服があったら、上告みたいのするんですが、それもね、下級審の中の一つ上の裁判所に持っていかれることが多いです。で、上級審の方ではね、ミュニシパルコートなんて呼ばれる、日本でいう高等裁判所、最高裁なんかもミュニシパルコートって呼ばれますが、大概は下級審の中でね、審理されることが多いです。で、弁護士費用いくらぐらいって、弁護士もね、いろいろなんですよ。その前にね、こっちでフィリピンでなんか揉め事があったらっていうんで、この方以外にも、今日本にいて、フィリピンにいる彼女の家族がなんか揉め事を起こした、どんな風になるんだろうなんて相談もいただいてますんで、ちょっとそういうのも含めてね、今日お答えしていきますが、まず初めにですね、揉め事があった場合、なんか事件があった場合っていうのが、フィリピンにおいての一番小さな、なんて言うんだろう、一番小さなね、行政区としてね、バランガイっていうのがあるんですね。何々市、何々町、あるいは村っていう単位、バランガイって言われてますが、そこに持ち込まれることが多いです。
って、ここにはね、大岡越前がいて、バランガイキャプテンというのがいて、その場でね、お裁きをしたりするんですね。あんたの方が悪いって。これ、面白い話ですが、何かがあって警察にそういう揉め事を持ち込むと、バランガイにはもう行ったのかって聞かれることも多いんです。バランガイ事務所に持ってけって言って、警察のやることじゃないって。だから、ね、奉行所のね、大岡越前に裁いてくれなんて言われることが多いんですが、ただ事件っていうようなことに、本当ちょっと大きな事件ということに発展すると、警察が出てくるわけですが、これ一つの僕の経験なんですけど、もう十何年か前に起こったことですが、カビテのね、バコールってところに住んでたんですけれども、その時に隣のうちのカラオケがとにかくうるさい。家族が多かったんで、しょっちゅうパーティー、誕生日だとかそういうことがあって、カラオケ借りると、カラオケのワンボックスの機械ですね、借りると、1日レンタル24時間なんですね。だから、例えば午後3時に借りたもんだと、次の日の午後3時までだから、深夜まで歌い続けるわけです。そういうのがあんまり多くて、隣に苦情行っても、今日はね、こういうオーケーションだから、こういう催しだから、しょうがないでしょうっていうんで、そのうちね、喧嘩みたいになって、その時のうちの神さんと隣が喧嘩みたいになって、で、僕らもう痺れ切らしてね、バコールのね、バランガイ事務所に行きました。バランガイキャプテンいました。で、話をいろいろこう言った後で、バランガイキャプテン、まあ、そこの一番上の人、長ですよね、村長さん、町長さんが僕に向かって言いました。あなたどっから来てるの？俺は日本人で日本から来てる。なんで君はここに住んでるの？ここはフィリピン人ローカルの場所なんだから、そういうことをなんで言ってくるの？なんで外国人のあなたがここにいるの？あ、もうこれはダメだなと思ってね。バランガイキャプテンがそういうお裁きをする。しょうがねえだろ、こんなことというようなことで、その後、まあそのね、バコールってところから、僕ら同じカビテの森野ってところ、もうちょっとマシな、サブディビジョン、ローカルのサブディビジョンですけど、そこに家を買ってそっちに引っ越したなんて経緯もありました。で、もう一つあるのでは、そのやっぱりね、バコールに住んでた時に、近所でね、盗難騒ぎがあったんです。車を盗もうとした人がいる。ところがね、笑っちゃうような話なんだけど、車と、その前にだ、弁護士費用を貸してほしいって言ってきたんです。その盗もうとした人が。で、そのうちのね、奥さんが言うには、車の中のなんかね、要は車上狙いですよね。車の中にあるものを盗もうとした時に、まあ見つかってしまって捕まった。今警察にいるって。どうしようって。弁護士費用を貸してほしいって来たんですけど、まあ、弁護士費用いくらって言ったのかなちょっと忘れたけど、まあよくよく僕のその時の知り合いのね、まあ、こういう弁護士がいるから聞いてみればって電話番号を教えて、その弁護士ね、うちに来ました。まあ、笑っちゃうような話で、実際車上狙いではなくて、車を丸ごと盗もうとしたらしいんですね。なんか直結っていうんですが、古い車なんでそういうのができたらしくて、走り出したところ、ハンドルのロックが溶けてないで、そのまま左側の壁にすって止まったっていうことで、じゃあしょうがないなっていうんで、中にあるものを盗もうとしてた時に車の持ち主に、結局左側が塀にくっついてるからドア開かないわけですよね。で、車の持ち主が右側のドアを押さえて、動けないようにして、出られないようにして、で、その時に近所にいたね、警察官をやっている人が、まあ、銃も持ってたわけでしょうね。動くな、って。それで緊急逮捕されたっていう事件もありました。で、これ逮捕される場合って、日本と同じようで、まあ、一般逮捕って言われてるような逮捕状を持って逮捕されるっていう場合と、その件みたいになんか、が行われているその場で逮捕するって緊急逮捕って2種類あるらしいですが、逮捕状を持ってね、逮捕しに来る場合っていうのは逮捕状に保釈金の額まで書いてあるらしいです。なんかそういうふうに弁護士言ってましたね。ただね、保釈っていうのが、逮捕状、その、犯罪による刑期が6年以上になるような時には保釈が認められないって言ってたかな。結構ね、フィリピンのこの判決って厳しくて、例えば窃盗なんかでも、ある程度の金額以上になると、もう懲役6年以上ってなっちゃうんですね。5年だったかな。で、そのある程度の金額っていうのが、まあフィリピンにしては高額、1万
1万ペソ、1万2千ペソ、まあそんなもんですけど、それ以上の金額の財物を盗もうとする場合って、盗んだ場合っていうのはもう懲役6年以上になっちゃうんですって。で、6年、5年だか6年未満の場合には保釈っていうのが認められる。で、その保釈金額もね、逮捕状に書いてあるなんてことを確かね、言ってたような気がしましたね。ただ保釈が認められるのは初犯の場合のみって言ってました。うん。で、まあ今回のこの、今回このメールでね、相談いただいてきた場合には、これ要は殺人事件になってしまったっていうことですよね。この場合は確かね、その重罪の場合は刑期がね、20年から40年の間で決められるってことで、まあいろいろなケースで20年未満、17年、18年っていう判決もあるようですが、この場合はね、まあもう刑務所にいるからね、保釈も何もないでしょうけれども、何年になったんだろう。ちょっとわかんないですけどね。で、弁護士を雇って上告したいってことなのかな。弁護士費用いくらって言ってますけれども、弁護士見つけるのが大変です。弁護士もね、フィリピンで、まあ日本でもそうですけれど、いろんな弁護士がいて、例えば企業間の係争を専門でやっているですとか、あるいは刑事事件を専門で扱っているですとか、僕ら外国人、日本人がよくお世話になるのは、アナルメントですね。まあこっちで言う。離婚無効裁判ですとか、あるいは日本で離婚した場合に、こっちでやるね、離婚承認裁判なんてお世話になることが多いと思いますが、それもね、やっぱり専門の方がいます。で、弁護士どっかないかなって街を歩いててよくあるのが、アトーニーオフィスで弁護士事務所なんて出てるところもありますが、そういうところのほとんどが、まあ一般の、なんていうかな、日本で言えばね、交渉人の事務所みたいなことをやってますね。もう弁護士一般的に使うんです。例えば車やバイクの売買をするときに、弁護士がそういう書類を作って、弁護士が証人になるですとか、あるいは土地建物の取引ですとかね、そういう証人になるっていう、交渉人みたいな仕事をしてるね、弁護士も多いです。で、なんだろう、これね、フィリピンでよくあることなんですけど、一般の弁護士に聞くと、あなた何、どういうことを取り扱えるのしたら、何でも大丈夫だって。みんな口を揃えて言うんです。これね、ほんと一般の人と同じで、そこら辺でトライシクル運転してる人にね、いい大工いないかって言ったら、大体ね、アコならんって、俺がやる。弁護士も同じで、俺ができるっていうのが多いんですけど、専門じゃないんで、もし争いになったら、まず勝てないですね。で、本当のなんかの専門の弁護士の場合には、よくその状況を知ってるんで、まずね、着手金みたいなのを払わなきゃいけないです。それは人によって違います。着手金調べるだけだから1万ペソでいいよって言うかもしれないし、そういうケースだったら3万ペソいるって言われるかもしれないし、何を調べるかって言ったら、それを扱う裁判所の、なんていうんですか、裁判官が誰かというようなことまで調べられるんですね。で、ある一面でね、この国の裁判もね、非常に腐敗してます。裁判官で賄賂をもらって、判決を変えるなんてことも、これままあることで、いろいろ問題になってます。これはね、高等裁判所、シュープリームコートの裁判官においてもいろいろ問題になってたってこともあるぐらいなんで、一般の、そのね、下級審においては、結構あるんじゃないかな。ムニシパルコートってところですよね。で、外国人が訴えられると普通のね、揉め事では勝てない場合が多いですが、簡単に勝てる場合っていうのもあります。それはその時の裁判官がこれをね、結構受け付けてくれる場合なんか。だから、外国人がね、裁判やって弁護士を雇うとお金がかかるっていうのは、そういうところに配るお金も入ってるからかかるっていうことも、まあちょっといろいろですけれども、はい。いろいろ難しいですよね。で、あとは、どのような刑が科せられるのでしょうという、まあ殺人になるんで、だいたい20年から40年の間の刑が確定していると思います。ねえ、なかなか辛いことですけどね。まあとにかくね、日本人がこういう揉め事に、
フィリピンで巻き込まれるとかなり厄介なことが多いです。訴えるってね、脅かされてっていうようなこともありますけど、これね、その訴えが通っちゃうんですね。なんか気に入らなくて胸をちょっと押したっていうだけで、これは障害に発展するってこともあります。でね、結果としてね、ものすごいお金を取られたりするんです。実際に裁判になってもね、お金で型がつくなんてことも結構あるフィリピンってところなんで、フィリピンに関わる日本人の方々ね、そういう揉め事にはならないように、手は絶対に出しちゃダメです。これ女性に対してもそうですね。うちの中で彼女と喧嘩する、夫婦喧嘩するなんて、ひっぱたけとしたらこれもう大変なことになりますから、くれぐれもご注意ください。で、今回ね、この相談いただいた方ですけれども、上告するって場合の弁護士費用ですね、なんとも言えないですね。まずね、いい弁護士を見つけるっていうところから始まります。これ意外とね、フィリピンのことだからフィリピンにいる人の方がよくこういうの知ってるんじゃないかと思うかもしれないですけど、意外とフィリピンにいる一般の人は裁判のことなんか全く知らないですから、知らない人が多いです。揉め事があったらバランガイって、それしか頭にない人も結構いるんで、まあ、もし本当にね、これを何とかしたいと思ったら、もう刑が確定して刑務所にいるって人を救い出すったら、かなりの、時間とお金がかかります。それはね、ちょっとご自分で調べてください。僕はそこまでの知識がありませんので、まあ、とにかくここで言いたいのは、フィリピンに来たら揉め事に発展するようなことにはね、首突っ込まないってことが一番です。なかなかね、普通に裁判やったら外国人は勝てないので、今日はこの辺でよろしいでしょうか。この辺で失礼します。